これはタイベジタブルバナナの芋も根もなかった茎だけの細い家計だけの苗だったんです。ちょん切れたやつです。で、このようにペットボトルに水を入れてつけておいたんですね。水は時々変えました。そうしたらこのように白い根が出てきましたね。今度はこれをですね、土に植えて半日陰ぐらいで徐々に根の発生を促せば葉っぱがさらに出てきて、長い歳月をかければおそらく神経がきちんと形成されるだろうと思いますね。バナナに限らずいろいろな植物はですね、いろいろな部位から成長するための、まあ、この場合には根なんですが、器官、器の管、器官を発生させる潜在的能力を持っているんですね。バナナ苗なんかですと、一番いいのは、とにかく新しい根が出てくるということですね。まあ、これで、うまく育てば、バナナの小株掘りで失敗した芋なし、根もほとんどなしの失敗切り分け苗をどのように再生できるかということのヒントになるかと思いますね。ここから土植えにするわけです。